はい、おはようございます。のりまるです。今日は2018年9月の3日、週明けの月曜日ですね。今時刻は6時42分になったところです。今日も今朝の朝のチャート観察行ってみたいと思います。よろしくお願いします。9月に入って、月の頭ですね。新しい月が始まってからの、週の頭というところでね、気持ちも新たにリフレッシュして、いきたいなといったところですね。また、9月の、月が変わってくると、また新しい動き、大きい動き出しになってくるって可能性もあるので、気持ちをリセットするっていう意味でも、新たな気持ちでね、チャートを見ていくっていうのは、とても大切なことかなと、いったところですね。また、9月に入ってきて、ここ前の、気候の暑さっていうのが、だいぶ和らいできて、過ごしやすい季節にもなってきましたよね。ただ、これからはね、台風シーズンにもなってくるところもあって、気候にはね、十分注意し、警戒したいところですけれども、それと同様にね、相場の中でも、ここ前の流れを見ると、9月、初旬、どうでしょうね、大きい動き出しになりそうな、またね、大きい動き出しになりそうな場面にも、差し掛かってきているのでね、いつ動いてもいいように、準備はしておきたいなというところだと思います。はい。これ、ドル円、日足ですね。ざっくりと振り返りですけれども、一旦大きく売られてきた流れで、から、この押し安値をね、明確に超えることなく、V 字回復してきて、その後、この日足の戻り売り候補、というところでね、戻り売りが入っていったんだけども、その戻り売りも、下げ切らずに、110.7円だったり、111円だったり、そういったところが意識されて、現状、下からの買いと上からの売りがね、交錯しているような状況ですよね。この結果がつくまではちょっとね、大きい流れでの、トレンドというか、その動きはなさそうなので、レンジを想定した動きに、まだまだなっていくのかなと。いったところですね。いろんな要素が、売りに傾いている状況ではあるんですけども、ドル円に関してね、まだそのドル高っていう背景があって、なかなかこう、一気に下がっていかないような、状況ですよね。ねじれてるというかね。それがどうなのか、この先どうなのかっていうのは正直わからないんですけども、すべての状況、全体の状況っていうところを見ると、最終的には、下がりやすい状況になるかなと。なので、ね、高い位置まで来たら売る準備はしておこうかなというのが、自分の中のプランというところですね。はい。で、これ、4時間足を見てみると、こんな感じになってます。先週にズドーンと大きく下がってきてから、一旦少し戻して終わったっていうチャートですね。この戻してきたところっていうのが、長期足のライン、サポートだったり、意識された111円だったりっていうところで、今週は、一旦このあたりからの、反発っていうところが、見て取れる状況にはあるのかなと。いったところですね。で、これが1時間足、30分足を見てみると、はい、ドーンと売られてきた流れ。で、このあたりでね、レンジを作ってきて、上髭つけてからストーンと落ちてきたっていうチャートですよね。で、そこに今帰ってきて、ここから戻り売りが入ってきてる状況なので、この高値、111.13、この辺ですよね。ここを超えるまでは、ちょっと買っていくのは厳しそうだなと。ただこれ、下ね、サポートされた、長期足でサポートされたっていう流れを見ると、下がってきたら、買いやすくなってくる展開にも、なってくるのかなと。一旦この黄色の矢印のイメージでね、上昇が見込めそうだなというところを、見ているっていうところは、上のこのサポートですね、サポートじゃないか、レジスタンス、111.13 付近、このあたりを超えてくるとすると、一旦この押し目買いが、狙ってきそうな状況かなと。ってところですね。で、今朝方の動きで、これ、よいしょ。一旦この、下に窓を開けて、一回高値をチャレンジし、今売られていると。これがダブルトップのような形になって、今一回売られてきそうな流れになってきてますよね。で、仮にこれが売られてきたとしても、110.9 円だったり、このあたり、これ短期足、レベルのネックライン、110.84、このあたりですね。こういったところが下がってきて、もしくはね、この、サポート110.7円付近。というところまで来ると、変わりやすいというか、
まあ、介入意識が出てきそうな場面。これですね。4時間足のまあダブルボトムだったり。まあ、一回ね、ここで強く売られた長いの戻り売り、長期足の戻り売りっていうところもまあ入ってきやすい、チャートなので。これが一回ね、まあ、下がってくる可能性はまあ十分あると。まあ、ただそうなってくると、まあ、そっから先ね、まあ、こんな感じの、まあ、上昇というのは、まあ、さらに狙っていきやすい場面にもなってくると思うので、その次の大きい動き出しっていうところのタイミングですよね。まあ、月が変わって、まあ、第1週、仕事の雇用統計等も控えているっていうところを見ると、この辺、111.5円付近かな。今のこの111円付近の、このあたりのレンジっていうところを想定して、ちゃんと見ていくのが、まあ、自然かなというところだと思います。はい。まあ、ここね、まあ、上に抜けて下に抜けてはいますけども、以前こう、先週、先々週かな、先週か、揉み合ったこの範囲ですね。この範囲にまあ入ってくるイメージの方がまあ強いかなというところですね。ただまあ売り圧力がちょっと強いので、まあ、もう一段階下、110.7円から、まあ、111.3円付近の、まあ、この辺りの範囲になる可能性ももちろんありますけども、まあ、大きい動き出し、ズドーンって上に行ったり、ズドーンって下がっていったりっていうわけ、日ではなくて、こんなね、この辺りの、まあ、5、60ピクセルの範囲で動いていくようなイメージを持っていくと、良さそうかなというところだと思います。で、上にはね、今ちょっと強い抵抗体があるので、まあ、これを超えてくると、ちょっとね、上の意識が強くなってきそうなので、押し目買いを、さっき見ていたね、111.5円付近まで、様子を見ていけるんじゃないのかなと。まあ、これ、天井圏作ってきた、まあ、ネックラインですね、まあ、意識されてきたライン。で、それより上っていうのは、またこれも、なかなか、行きづらいというか、何らかの要素が必要になってくると思うので、再度その押し目、ないし、まあ、揉み合い、ないし、そういったところを見てから、もしくはこれブレイクしてからね、行くっていうのがいいのかなというふうに思います。で、この4時間足の流れで見てみると、まあ、大体1週間がここから、まあ、先週ですね、先週1週間、ここからここまで、まあ、こんな感じの、まあ、結局、狭い範囲で動いてきた。で、今週、まあ、このタイムテーブルというかね、この時間軸、同じようなね、動いていくようなイメージを持っていくと、まあ、やはりね、大体木曜から金曜にかけて、こういった高値をチャレンジしていくようなね、まあ、次の動き出しになりそうな、まあ、イメージっていうのが、まあ、一つ想定できますよね。まあ、波のリズムって、まあ、一定のものになったりするもので、極端な急上昇、極端な急激な下落だったりというところをすると、時間軸の調整というかね、ドーンといった後はこう横の動きをしやすいっていう、まあ、よくね、そういった証言しますけれども、まあ、波の形って、その時間軸によって、まあ、ある程度決まっているものなんですよね。なんで、極端な上昇、下落というところも、この時間軸の中で収まっていくときには、まあ、大体同じような波の形をしていると。なんで、まあ、こういったイメージを持っていくと、やっぱりね、週末にかけてこういうところに、まあ、高値、ないし、まあ、この辺りいるかもしれませんけども、まあ、自分の中の今イメージとすると、まあ、一回こう、まあ、そこを試した後に、まあ、上昇して、まあ、この辺で、まあ、雇用統計を迎えるようなイメージが、まあ、今のところ強いってことですね。もうこれはあくまで予想なので、まあ、実際どうなるかっていうところは、まあ、その時によるところですけども、 まあ、一回下がってくると、まあ、変わりそうだなと。打ったところ。これがちょうどね、日足の押し目買いなんですよね。日足の押し目買い。で、高い位置まで来ると、その、日足レベルの、まあ、上位足レベルの戻り売りっていうところの勢力。なので、まあ、ここの上と、まあ、この下にはね、その損切りが大量に溜まってるっていう状況ですよね。で、先週からの流れが、まあ、そのままだ継続していて、まあ、大きい動き出しのタイミングを待っていると。まあ、その大きい動き出しのタイミングが、まあ、雇用統計だったり、まあ、その前後だったり、というところになる可能性は、まあ、十分あると思うので、まあ、注目していきたいなというところだと思います。はい。そのところですね。
で、他のツートペアに関してはかなりね、大きく売られている状況が、続いてるんですよね。これを、ユーロ円。一旦この切り上げをドーンと売られてきて、戻りた、押し安でも、下に抜けてきた。なんで、上がってくると売られやすいなと。単純にそういうチャートをしてるってことですね。で、現状で、128.5円、以前、かなり意識されていたラインと、この押し安値付近にいるので、週明け、月が変わったっていうところを見ると、一旦、ここで、ね、反発しやすい状況にはいるかなというところですね。短期足レベルの、もう締め買いは、狙っていける可能性はあるな。ただ、それはね、長期足の、逆張りになってくると思うので、注意はしたいなってところですけど、今一回ね、こう下に窓を開けてスタートしてるっていうところで、直近ですね。このあたり、どうなるのかなと。ダブルボトム等を作るような動きがあれば、窓を埋めに行くような動き、十分想定できると思いますし、戻り高値ですね。これが今、ユーロ円の15分足。戻り高値だったり、今いるのが、これ128円ってことですね。128円。これ大体先週末の終値、128円付近にいる。で、これを突破してきたら、窓を埋めて、これを突破してくるような動きになってくると、一旦ね、その押し目買いが狙っていけそうな、場面。長期足で言っても、これだけ、ね、強く売られてきたので、そのままずっと下がっていくというよりも、やっぱりね、何度かこう戻しをつけながら、下がっていく。そういったチャートがね、想定しやすい。さっきの、波のリズムじゃないですけども、そういったことが想定しやすい場面で、この押し安値だったり、以前からのライン、128.5円付近、一つの抵抗体として機能しやすい場面にはいるので、仮にこれがね、今言った128円を回復してきて、短期足で締め買いが入っていくとすると、この1時間だったり4時間だったりって切り下げを一旦ブレイクしてくる流れになってくると思うので、こういうところですね。129.5円とか。までの上昇。そこまで100ピップスぐらいあるのかな。っていうのは一つ想定できるかなというところだと思います。一旦ね、先週は強く売られてきたけども、その動きが一旦落ち着いて、戻っていくような流れ、っていうのは、想定できるんじゃないかなというところですね。で、もう一つ、ユーロドルですね。こちらも、天井圏から、ドンと売られてきて、こうですよね。時間足で、ダブルトップ等を作って、ちょっと自分が狙ってたところですね。売りを狙っていたと。こちらもね、これ、止まりやすい位置に、現状いて、ここの揉み合いですよね。ここの揉み合いゾーンに今、入ってきていて、まだね、売られそうではいますけれども、ここで、かなり急激にね、上昇してきた。日足で見てみるとわかりますけども、こんだけ強く上昇してきた流れがあると、この、やっぱり、押し目買いは入ってきやすい状況ですよね。下がってきたとして、1.155、このあたりかな。実体レベルだとすると、1.153ぐらい。この辺ですよね。ここまで下がっていくと、移動平均線に当たるような位置だったりとか、押し目買いとしてね、目標を達成してきているという状況なので、買いやすくなってきている。今ちょっと中途半端な位置にいるので、焦ってね、買い押し仕掛けたくないところですけども、これがちょっとね、ぐーっと下がってきて、この辺りまで下がってきてくれると、一点反転のね、チャンスというか、買いのチャンスにはなってくるかなというところだと思います。しばらく様子を見つつ、はっきりと下がってきてくれれば、この辺ですよね。買いっていうところも視野に入れていきたいかなというところだと思います。これがそのままね、今こう上昇してきたとすると、まだまだね、戻り売りが入りやすい場面だと思うので、売りの選択肢を持っていくのはいいと思うんですけども、ちょっとね、ここまで強く売られてきたっていうところと、月が変わったっていうところと、長期足で見るとちょっと中途半端にいるっていうところで、少し様子を見てね、どちらかに行くまで我慢するのがいいかなと思うんですね。これ、オーストラリア円です。こちらね、直近の安値も更新してきた。戻り売りが入って直近の安値も更新してきた。
以前のサポート、日足のサポート、81円も終わってきたと。かなり強く売られている状況にある。日足レベル、週足レベルでトレンドが発生してきているっていう状況ですよね。なんで、まあ、かなり強く売られていると。で、まあ、長期で見たときには、もう売りの選択肢しかないような状況なんですけれども、今、この直近安値付近、ドーンと売られてきて、直近安値付近から今、週が明けて、週末を、週をまたいで、月をまたいで、っていう動きになってきて、まあ、今、強い、ちょっとね、陽線が立ってますけれども、まあ、戻りが入ってくる場面、まあ、似たようなね、動きになってくる可能性はあるのかなと。うん、今から売っていくとなると、ちょっと、ね、安すぎる場面なので、今、週足で見るとね、まあ、こういった状況にいる。まあ、直近の安値は更新してきてはいるけれども、まあ、下がりきった位置ですね。でもこれがまあ、この辺まで上昇してくると、まあ、すごく売りやすいですよね。まあ、値段で言うと81円とかね、まあ、以前の抜けていった、まあ、強い抵抗体。でこちらもまあしばらく監視が続いていくのかなと。で戻り高値、この80、まあ、80円から80.17、この辺ですよね。まあ、これがまあ現状の、まあ、1時間足、まあ、30分足レベルで、まあ、見て取れるようなまあ抵抗体。なので、まあ、こういったところが差し掛かってきたときには、まあ、強く戻るようなね、戻り売りと、まあ、一旦狙っていける場面にはなるかなと。まあ、ただ上がりきってくると、さっきの81円。ですよね。81円。まあ、絶好のというかね、まあ、週足、日足レベルの戻り売り候補になってくると思うんで、まあ、このあたりから、まあ、どこで売られてもおかしくないと。まあ、注意して見ていきたいなというところですけど、まあ、一旦ね、まあ、買うチャンスはあるのかなと。というところで、まあ、しばらくは様子を見ていきたいというところですね。まあ、今ここで止まるかどうか。今、かなり強烈に売られてきた中のチャートなので、まあ、ここで止まる保証はどこにもないですし、まだまだね、売り進行していく可能性もあると。なので、直近の安値、ないし、戻り高値、やっぱこの辺ですね。このあたりの値動きに注目して、まあ、こんな感じになってくればね、一回買うチャンスはあるかなというところで、まあ、しばらく様子見になるかなというところだと思います。はい。これ今ドル円ですね。まあ、今ぐーっと下がってきている状況ですけど、まあ、このまで想定、ないというか、もうすぐ今 C ですね。また C の時間になってくるとね、大きく動き出してくるタイミングにもなってくると思うんですけども、ちょっとだけ見てみますかね。はい、まあ今の流れからすると、まあ111円を割り込んでもおかしくないですけども、割り込んでから、まあ一旦この、高値を作ってほしいですね。111.9 円付近からの上昇だったり。まあそうなればね、まあ結構狙いやすい状況にはなってくるのかなと。まあ今強くね、要請に立って、このまま抜けていけばね、押し目、買いを、まあ狙っていけるかなと。上昇トレンドというわけではないですけれども、今この流れで、まあ、こういうね、まあ、切り上げてきている形、まあ、高値を抜けてくれば、110.5 円付近まで、まあ、様子を見ていける展開にはなってくるかなというところ。まあ、このイメージはね、まあ、強そうですね。うん。で、まあ、そのあたりに注目して、まあ、週明けの動きについていきたいなというところだと思います。はい。ちょっと長くなりましたけども、今朝のチャートコメント、これで以上です。今週も、まあ、今月も張り切っていきましょう。